白百合ペット王国。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も始まりました、白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組は、所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 DS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。白百合ペット王国、茶子さん、はい、また新しい年を迎えましたね。はい、今年は十二支の十二番目、イノシシですね。角のある豚さん、はい、アニメにすると割と愛らしいですね。はい、マイチモンジニってスピード、勢い、ストレート、はい、そんな言葉が思い出されます。2019年平成31年、新元号では元年になるはずの干支はイ、または音読みではガイと読みます。動物ではイノシシが当てられています。漢字で書くときは獣編に物と書くイノシシではなく、核実験とかで使う核の字で、気変のない作りの部分がガイという字なので、年賀状に見られるガイという字はイノシシを表していますよ。はい、イノシシで思い浮かぶ言葉といえば、ちょっとつ猛進、はい、目標に向かってまっしぐらに突進していく、そんな勢いのある年にしていきたいものです。この番組も FM チャッピー時代から合わせると、なんと今年中には200回目の節を刻ませていただくことになります。皆さんの応援していただいての賜物と思っております。この1年も楽しくお聞きいただく皆さんに喜んでもらえる放送を努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。あれ、なんか年末のフレーズっぽくなっていませんじゃあ、こうさん、何を言ってますか。今回は正月らしいお客様をお迎えして、平成31年の出発をしようと思っているのに。眉玉工芸作家の松本時恵さんですね。はい、それでは音楽の後にご登場願います。
駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK。 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉株式会社 TS。 白百合、白百合、白百合。あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は04-2928-0900まで。白百合ペット王国、今年初めてお迎えしたお客様です。松本時恵さんのプロフィールをご紹介いたします。栃木県生まれ、5人兄弟の3番目。自然がいっぱいの環境で山百合やキノコを採り、元気に遊び回っていたそうです。栃木の高校を卒業して国家試験を通り保育士となりました。縁あって所沢在住となり現在に至ります。保育士として60歳の定年まで所沢市の保育園に勤務しました。現在は趣味の繭クラフトや絵画を楽しんでいます。松本さん、新年おめでとうございます。新年おめでとうございます。松本時恵です。はい、松本さん、この四季、春夏秋冬、この四季のうちで一番好きなのはどこです？やはり一番好きなのは秋です。秋が好きですか？はい、はい、一日で一番この何に時間使うことが多いですか？主婦ですから、本来は主婦の仕事をしなければいけないと思うんですが、趣味の今は繭のクラフトをしたり、絵画を楽しんだりという時間も多いです。はい、好きな言葉とか大切にしている、そういうふうな言葉、そんなもの何かありますか？あったら教えてください。好きな大切にしている言葉は、はい、まあ、誠実でありたいと。誠実、はい、はい、そうですね、本当誠実で、ずっと そうですね、はい、松本さん、おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。お正月なのでちょっとお聞きしたいなと思ったんですが、栃木県に生まれたということでご紹介させていただきましたけれども、出身地で特別なおせちとかお雑煮とかお正月の楽しみとか、何かお正月の思い出ってございますか？そうですね、お正月というとやはりお餅を食べますから、お正月になる前、暮れにお餅つきをするんです。はい、で父が大きい臼をこう転がして出してきて、はいはいはい、で母がお米を蒸します、うん、でそれをついてお餅にするんですけれども、はい、ただお餅になったよりも、うん、お米がこう蒸し上がったものを食べるのがとっても楽しみでした。5人兄弟っておっしゃってましたけれど、はい、男の子と女の子と比率は？はい、男3人女2人です。あ、そうですか。で3番目っていうと時恵さんは長女になるんですか？はい、いえ、次女です。上、すぐ上が姉、うん、姉です、うん、はい、そうですか、はい、でも子供の頃のそういう思い出で、みんなでこうやんちゃ時代っていうことで、なんか近所の神社に行ったりとか、はい、そういう自然がいっぱいでって、はい、ご家業は、はい、農家をされていたんでしょうか？はい、農家です。そうですか、はいはい、じゃあもう本当に目に浮かぶようですよね、自然がいっぱいのこう日本の風景、またお餅つき、なんかこうぺったんぺったん、時恵さんも薄きねやりました？そうですね、結構重いものでしたから、子どもの頃はまあ見学が主に見学だったんですけれども、はい、でも突き上がったお餅の楽しみは、はい、すごい大きな
あんを絡めたあんころ餅が、うん、あの好きでしたね、はい、もう皆さんお元気でいらっしゃいますか。はい、あの父と母はもう亡くなりましたけれど、はい、兄弟5人は、はい、あの元気でおります。そうですか、はい、でもお正月が来てね、うん、やっぱりこうお正月のこう風景っていうの、うん、テレビでもいろんな地方をご紹介しますけれども、まあ、懐かしいですね。そうですね、はい、現在のご家族は教えていただけますか。はいはい、現在はあの私の夫とあの娘一人です、うん、はい、3人家族です、うん、そうですか、あのいきなりですけれども今日はあの、はい、マユクラフトということで、はい、あのお話を伺いたいと思ってお客様おいでいただいたんですが、はい、あの蚕っていうのを飼ったりとか、はい、触ったりっていうことはあるんですか。はい、ですね、あの子供の頃あの私の実家でも飼っていたようですけれども、うん、あまり小さかったものですから、うん、記憶にはちょっとないんです。ただ、うん、道具が残っているのは見ているので、あ、多分飼っていたのだなということは思っています。で、蚕に実際触ったのはですね、保育士の仕事をして父兄からいただいた蚕をですね子供と一緒に育てたのが思うです。それ毎年のように買ってきました。で、子供のそのいろんな反応がすごく楽しくて、それから生き物をこう大切にするということとか、あと成長する過程がすごく興味を持ってこう見られる蚕は、とってもいい子育てにはとってもいい教材だなと思ってます。マユ玉芸術クラフト、今ちょっとお写真をね、作品を見せていただいたんですけれども、うん、素晴らしいんです。いけばなのような感じですね。私のマユ玉っていうイメージと全く違っていましたので、はい、びっくりしました。本当に芸術作品なんですけれども、ね、このマユ玉芸術どちらで習得をされたんでしょう。何年ぐらい前から始められたんですか。そうですね、仕事をしながらですけれども、いわゆる繭になってしまったものをどうしようかっていうふうに考えたときに、やっぱり繭からは糸を取って機織りにするんだろうなということで、おもちゃの機織りなどをこう買い求めて機織りなどしたんですけれども、うん、ただ繭からですね、うん、お花ができるんだってっていうことが耳に入ってたんですね。それは繭農家の方が、養蚕婦人部のこう支援をする先生が来られて、うん、花作りを教えてもらったっていうことで、うん、一応何人かで見に行ってきたんですね、はい、その時にタンスの上のケースの中に、うん、もう純白でも気品のある輝きを持ったブーケが飾ってあったんです、はい、それがもうとっても目から離れなくて、うん、もうこれやりたいと思ってのが始まりで、それから30年近くなります。お、はい、そうなんですか。この繭玉をこの作品集ありますけれども、はい、結構大勢の方が参加されているようなんですが、はい、同好会のような形式でされているんですか。はい、同好会ということは、うん、この全員が集まって作品展をするときに一応この同好会っていう名前をつけただけであって、はい、あとはこの何人かのグループが4グループですか、公民館であったりとか、うん、あと小学校の障害学習室であったりとか、うん、いうところで月1回から2回を今やってるんですけれども。そうですか。じゃあ松本さんが先生になって皆さんに教えするっていうそんなような形ですか。まあ、形としてはまあそんなところです。へえ、はい、そうですか。私
田舎が岩手県なんです、はい、でそこでもね眉ならし眉っこならしって田舎の方では言ってましたけどね、はい、水木っていう木だと思いましたけど、はい、これ枝先の赤い木なんです、はい、これに眉にこの模した団子これをつけるんです、はいはい、でこれ今もやってるんですよってこういうふうに言ってましたが、はい、こういうことも松本さんの田舎ではやられた覚えあります？やったようですっていうのははっきり記憶としてはないんですけれども、うんはい、ただ小正月1月15日の時にですね、団子お団子を飾って、はい、飾ったっていう記憶は聞いておりあのことを聞いております。そのイメージっていうのは強かったんですけど、なんかこれ全国的にそういうふうなことがあるらしいんです。はい、はい、私がね、なんかすごくお正月っぽいなって眉ってお話を聞いた時に思い出したのが、よく枝の先に紅白の白い玉をつけて眉玉って聞いたんですね。だからこう縁起物でお正月にはそれを紅白に染めた眉を飾るものなのかなっていう、それで私お正月の眉っていうのがこうピンときたんですね。ただ今松本さんのこの作品を見せていただいたら、その眉はもちろんそれもありますけれども、お花になっていて、その作品作りというかそれがすごいなって、私のイメージとガラッと変わったので、すごいって今感動しているところです。はい、眉って言えば昔から日本は養蚕の盛んな国でした。養蚕地帯では蚕の繭による収入が家計の大きな支えとなっていたこともあり、はい、その作柄の良し悪しが農家にとってまさに死活問題でした、はい、特に養蚕に関する知識や技術が未熟な時代においては、自然災害や天候不順、蚕の病気などによって起こる収米量の激減や作柄の低下は人の力ではどうすることもできない問題で、しばしばこうした被害に見舞われていたであろうと、当時の人々の苦悩が計り知れません、はい、今眉の話が出ましたが、この作品を作るのに眉玉っていうのは簡単に手に入るものなんですか？はい、今眉養蚕農家の方から、出荷できない眉、汚れてしまってる眉を分けていただいてます。そうですか、はい、その養蚕をされている眉の農家さん、はい、今交流はあるんですか？はい、ですね、養蚕っていうのは本当にこう人手のいる、ところの作業が あるんですね、うん、蚕が繭を作る段階になりますと、はい、もうどんどん蚕はお構いなくどんどん糸を吐いてどこにでもこう繭を作り出してしまうものですから、うん、それを拾い集めて蚕の仕切りっていう仕切ってある、はいはい、こう箱の中に入れていくんですけれども、うん、それを蒸属っていうんですね、うん、それは本当に人手がいるんで、それをお手伝いに行ったことがあります。愛するペットと暮らす穏やかな日々、想像する新しい毎日、所沢でお部屋を探すなら TS、 まずはお気軽にご相談ください。株式会社 TS、 電話04-2924-9459。 白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。今までにね、いろんなこう作品を作られていると思うんですけれども、はい、ちょっと私が興味を持ったところで、はい、この眉っていうのは、はい、こうやっぱり中に蚕がいて、はい、それで眉玉を作って、はい、
こう白糸をいっぱい吐きながら自分で繭をこう玉にしていくと思うんですけれども、はいはい、やっぱりその一番最初作品にするその繭の殻っていうのは、はい、こう抜け殻を使うっていうことなんでしょうか。要するにこう絹糸を取るために、はい、こう昔はネットの中に入れてザーって細い糸を取り出しましたよね、はい、でもこう最後まではきっと糸は出し切れなくて、はい、最後に残る殻、はい、それからなんか作品作りを考えられたのかなとか想像しましたが、そうですね、そう糸を取り出す、ところが近くにないもんですから、はい、いわゆる中にさなぎが入ってまして、うん、それを放っておくとガが出てしまうんですね。さなぎが生きてて、はい、でガが出るときには汁を出すものですから眉を汚してしまうんです、はい、でそしてガが出てきたものっていうのは、うん、もう使い物にならないのかな、糸を取るにも難しいんじゃないかと思うんですけれども、うん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 、それの中のまずさなぎをですね、うん、ガーが出てこないように乾燥させてしまうんですね、うん、いわゆるガーを、まあ、殺してしまうとか、うん、それは火に当てて殺すとか乾かすと乾燥させるとかするんですけれども、うんうんうん、それからまず始まっていくんです、はい、で糸を取るにも中のさなぎは乾燥させるんですけれども、うん、その殺してしまったさなぎをまず切って出してしまってから、うん、いろいろ細工をしていくんですけれども、うんうん、はい、うん、この今作品を見せていただくととっても綺麗な色付けがされているんですが、はいはい、やっぱりその自然な花の色を出すために、はい、その眉っていうのはやっぱり白いと思うんですけれども、はい、どんな風に色を使うんですか。ですね、眉は本当に硬くて何層にもなっていて硬いものなので、うん、その眉を染料につけても中まで染み込んでいかないんですね、はい、硬いから、うんうん、それなので例えば葉っぱにしたいということであれば葉っぱの形に切って、うん、それをですね、こう針でつっついていくとポロッとこう剥がれるんです。で何層にもなってるもんですから、うんうんうん、それを今度爪でどんどん剥がして、はい、葉っぱなり、まあ、薄くしていくんですけれども、うんうん、それから色付けをしていきます。染料は何を使われるんですか。染料はもう何でも染まるんですね。着物を染める染料とか、うんうん、ただ私が使っているのはアートフラワー用の染料です。うーん、はい、今までにどんな作品ご思い出があると思うんですけれども、はい、松本さんが記憶に残る作品、はい、何かご紹介いただけますか。はい、ですね、この眉クラフトもいろいろ全国組織でいわゆる工房があったりとかしたんですね、うん、で横浜にシルクセンターってあるんですけれども、うん、そこで眉の工房展があったものですから、うん、個人じゃなくてグループの作品としてネムの木を出したんです、はい、でそれがですねグランプリもらいまして、おめでとうございます。うん、作ったみんなで本当喜んだのが一番印象ですね、うん、今この、ね、作品集の中に、はい、いろんな形のもの、うん、あります、はい、大小ありました、はい、で眉っていうのは一つの作品で、はい、まあかかる時間と言ったら変ですけれども、はい、やっぱりその染料も、はい、乾かすまでの時間もかかるでしょうし、はい、やっぱり一つの作品を作るのにどれぐらいの時間かかるんですか。はい、そうですね、作品と言いますと、まあ、結構 何ヶ月単位でかかってきますけれども、うんうん、たったバラ一輪を作るということで測ってみると、そうですね、2日
ぐらいはかかる、時間も含めて、はい、うん、2日かかる、はい、あ、大変なもんですね。じゃあやっぱりこういうふうにね、うん、作品展として皆さんにご紹介するものができるまでには、うん、もう個々のやっぱり個性も、はい、必要でしょうけれども、うん、自然の形、はい、色、はい、それを全部熟知した上で、はい、こんなふうにしたいっていうその方の本当に芸術作品が出来上がってるわけですね、うん、そうですね、眉の本当小さい子丸っこいか、うん、どの部分を生かすかによってで、例えば丸く先の方はうんと丸くなってるわけですけれども、うん、そこを切るとまた違った花の形になりますし、そういう細かいことも考えながら花を作っていきますね、うん、この眉玉芸術の今後の方向ってまた希望っていうのはどういうふうに思ってますか？ですね、手芸のように手芸店に行けば眉が手に入るであれば、うん、割と多くの人がそれにこう興味を持って手がけていくんだろうと思うんですけれども、うん、はい、何しろ眉が今所沢で2軒、そうですね、なかなか手に入らないんですね、うん、そうですね、ですから、うん、本当にこう一般にうんと広めようっていうのは、うん、ちょっと難しいかなっていうふうに思ってます。この番組はペット番組なんですね、はいはい、で松本さん、何かこのペットを飼われていますか？はい、今は飼っていません。あ、そうですか、はい、じゃあ昔こんな思い出があるとか近所のとか何かこのペットにまつわるそんな思い出、はい、お話エピソードあったら、はいはい、眉を一緒にやっている方のご自宅で一応花作りなどをしてきたんですけれども、はい、玄関のチャイムを鳴らすともうふわーっと2匹のワンちゃんがいたんですけれどももう飛んできた来るのがよう分かるんです、鳴き声を しながら、はい、もうすごい大歓迎をしてもらいまして、でそれでこうやっていくうちにおやつなどを食べだすともうそばに来て手をテーブルに添えてもう欲しそうにするんですね。もう、うん、とっても可愛くて、うんうん、はい、なんかそうして聞きましたら、うん、お客さんがいない時はとっても静かなんだそうです。で誰か来るとこうやって欲しくてこうそばに来るんですけども、なんかそんな話を聞くとね、あ、子供と同じだなっていうふうに思いました。そうですね、犬とか猫とかこう家の中にはたくさんのペットがいますけれども、松本さんはやっぱりワンちゃん好きですか？猫ちゃんもいかがですか？いや、うん、どっちとも言えないですね、うんうん、猫ちゃんも可愛いです、うん、幼稚園のね保育の先生をされていたということで、きっと小さい子どもさんの情操教育なんかにもこういろんな動物に関わられたことがあるのかなってちょっと思うんですけれども、はいはい、さっき蚕はね、なんかすごい成長の過程が子どもたちの教育になったっておっしゃってましたけれども、はいはい、他に何かございます？蚕の他に、うん、蚕の他に動物って、動物ですか、うん、うさぎなども飼ってましたね、うん、あ、そうですか、はい、でも今はなかなか難しいアレルギーとかなんか難しいこともあったりして、 でもうさぎさん、うさちゃんなんかはベランダでこう小屋に入れてね、出しておくと本当に小さい子がとっても興味を持つし、その中でこう自分らしさをこう動物の前で発揮できるっていうか、そういう点ではね、動物の力って大きいなって思いましたね。じゃあ最後にですね、今年の目標とか今年の夢、こういうふうなものがあったら、はい、お願いします、はい、今年はですね、はい、4月に有楽町の交通会館で、はい、眉花の
前花っていうか前の作品の個展を開く予定でおります。ああそうですか、はい、日にちもいいですか、はい、どうぞぜひぜひお知らせください、はい、4月の7日から13日の間開きますので、はいはいはい、もし関心がありましたらどうぞ見にいらしてください。あそうですか。個展というと松本さんお一人の作品を展示されるんでしょうか。はいはい、そうです。じゃあ今もその制作に大変ですね。そうですね、はい、何点ぐらい出品されるんですか。小さいものからいろいろ合わせますと、そうですね、50点ぐらいにはなるかなと思ってますけれど。50点、これまで作られた作品の集大成ということになりますが、そうですね、何年ぐらいかかったか聞いていいですか。眉作り出して何年になられました。はい、30年、はい、始められて30年、はい、30年の集大成が個展でご披露されるということで楽しみですね。ありがとうございます。いやもうぜひぜひお元気で前向きに今年は頑張るぞと、はい、大成功していただきたいですね。有楽町って言いましたか。有楽町です。の交通会館です。はい、ああそうですか、はいはい、じゃあもう一度松本時恵さんの眉クラフトの個展でございます、はい、有楽町の交通会館で4月7日から13日まで開催です。興味のある方ぜひお越しください。本当に素晴らしいもんですよね。はい、白百合ペット王国、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回は眉玉工芸作家松本時恵さんにおいでいただき、いろいろお聞きいたしました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を、田島玲子さんでお聞きいただきながらのお別れです。皆さんにはこの1年も白百合ペット王国にお付き合いいただけますようによろしくお願いいたします。ますます楽しみにお聞き願える番組を目指してまいります。それでは皆さん楽しいお正月をお過ごしください。